思わずえっと言いたくなる国民的アニメの奇妙なシーン1、妙に間取りが広い磯野家の今、そしてよく見るとタラちゃんは立ちながらご飯を食べている。2、今では見れないサザエさんの緊迫感ある謎のシーン。3、風船になる波平さん。4、ある日ワカメは誰かと赤い糸で結ばれているかを考えていると、カツオに堀川くんと冗談を言われるが、次の日自宅に堀川くんが来た際、タラちゃんに赤い糸の人ですと言われたことで何を勘違いしたのか、その夜カツオ宛に電話をかけ、僕の赤い糸はお兄さんと結ばれているかもしれませんととんでもないことをカミングアウトし、驚いたカツオは赤い糸は男の子と女の子が結ばれるものだよと伝えると、じゃあ白い糸ですねと答えている。5、静香ちゃんはスネ夫のデザインした衣装を着たことがある。6、ポケモンに登場する兜はゲーム画面で見ると特に違和感を感じないが、アニメで見ると思った以上に大きくて怖い。そして集団になると、まあまあ気持ち悪い。7、サトシの父は行方不明になっており、サトシ母は寂しさから大木戸博士といつも一緒にいる。